今朝ほど雨が降っていたようで、この暑さで霧もやが出てますね。わかりますか？道路が少し湿ってますよね。あ、見てください、ほら前方ね、ああいう感じなんですよ。これの見えるブリューゲン最高ですね。これが見えなければ全くつまらない。はい、今日はいい一日になると思いますよ。寂寞的街角，期盼一张熟悉的微笑，一首老情歌，停湿了眼睛，继续爱下去，我会怎样？如果不能完全的遗忘。皆さん、改めまして、こんにちは。頂上に来ましたらですね、霧一面、そしてまた人もね、まばらというか、やはり自然は広大なんですね。まあ、こんな感じですよ。あ、友達が来ました。ニーハオ。ちゃんとね、この灰皿も置いてあるんですよね。ニーハオ。ニーハオ。谢谢。欧州日本人、你是中国人？你是中国人？对，我是中国人。Nice to meet you。谢谢。你是服务员？对，你是服务员，我不是服务员。谢谢。不用谢。不用谢。不用谢。ということで、今日持ってきました日中、電子辞書歌詞を使ってみました。風園、風園って職員のことですよね。これからバスで3分から5分移動します。一番景色のいいところに行きますが、今日は曇ってるようですね。霧が立ち込めております。まあ、この人のスキンヘッドいいと思いますね。説明します。もし聞こえなかったら後で聞いてください。今はですね、1回ぐらい説明いたします。今日の、はい、そのブリューゲン全体の地図ですね、説明いたします。最初の空港はですね、こちらです。天文山の近くです。空港ですね、一番南です。そして高速道路を走って、でこちら高速道路を回し、遠回ししますね。こちら走りました。はい、でこの辺はですね、昨日は小流道、高流道ですね、はい、見ますね、はい、通りました。で、ブリューゲンホテル、うちのホテルはブリューゲンのそのチケットリバーですね、一番この後ろです、一番近いのホテルです。はい、でこれから、朝ですね、5分間バス乗って、そして指紋カードを登録した入り口に入りました。はい、入ってから、そして皆さんですね、ロープウェイ乗りますね。ロープウェイ乗る前に20分のバスですね、この湖を、そういうの道ですね、走りました。はい、通りましたね。20分乗って天使山ですね、今のところ天使山のロープウェイのチケットの下の方に着きました。はい、そしてロープウェイ8分ぐらい乗ります。はい、山頂に着きました。さっきのロープウェイの上の駅ですね。はい、またですね、5分間バス乗って、今は蛾竜公園、これ蛾竜公園見にくいですけど、でもちゃんと書いてありますね。蛾竜公園、はい、蛾竜公園です。今蛾竜公園ですね。
画流は中国 の、あの60年代70年代ですね、毛沢東のすごく仲いいの将軍様です。中国素晴らしいの将軍様ですね、はい、結構戦争の時代で結構貸しました。あの画流さんはですね、ここの地元の出身なんです。天使山超破壊天使山の出身なんです。亡くなってから、あ、亡くなるの理由はですね、4人組で、中国の4人組で迫害されました。はい、迫害されてからですね、ここの地元の人たちをたちが、彼のためにわざわざこの公園を作りました。地元のガイドさんの名声を聞きました。私たちはそれを後にこれから名所行きますね。うん、筆のように見える山へ行きます。あ、それ、あ、これですね。武陵源で一番有名な和書を書いてみました。いかがでしょうか。あ、疲れましたね。あと集合時間まで5分しかありませんので、私は歩いていきましょう。あ、疲れた。行ってるね。行きましょう。うん、ちゃいちゃい。ともかくですね、今回のツアー HIS に参加しましたけども、まあ、あの年配の方半分、若い方半分なんでね、皆さん元気がいいですよ。そしてあのガイドさんもね、若いんでね、あの歩調が早いんですよね。私は早く行かないとまた迷子になってしまう。すごいですよ、この名所旧跡の赤い橋のとこ、こんなに混んでますよ。うわー、すごい。降りてから写真撮ってから向こう側ですね、橋見えますね、橋見えますが、そして写真撮ってから前の方に左側にして、ね、あっちね、あっちずっといてくださいね。まだ来、この混雑ぶりすごいですよ皆さん。ただいま見ておりますのがアバタの撮影地だそうです。どうでしょうか。今変わりますからね、お待ちください。ガラス張りではありませんが、架け橋へ来ました。うお、ちょっと怖いですね。对不起。これがアバター最後の撮影地。私の目にはどこでもみんな同じように見えます。いやー、映画の力は強いですね。一躍有名になっちゃうわけですね。呉漢中さんの話は全然出てこないですね、画家の力には。まあ画家は映画には負けちゃうんですね。それではこれからエレベーター出発します。出発しました。下一集的。
最後は景色が見えなくなるんですね。岩の中に入ったんでしょうか。そうなんだ。もう結構長いですね、このシーンがね。ただいま1分37秒。もうついてるんですよね。あーやっと下界に来ました。はい、わかりました。おお、好好好好。寂寞的街角，期盼一张熟悉的微笑，一首老情歌，停湿了眼睛，继续爱下去，我会怎样？如果不能完全的遗忘，时间是否真能够疗伤？面对这一生累积的痴狂，托付给谁又没有罪？回忆再美好也只是曾经，守护是我。